重症者や重症化リスクの高い中等症患者を受け入れている高知市の近森病院。第7波の感染者急増により、今月に入って発熱外来を受診する人が増加し、昨日までの受診者は1月に比べて3倍以上となっています。多くの患者に対応するため、特に検査や問診を行ったり、 結果を電子カルテに入力する看護師の負担が増えているといいます病院全体っていうふうなことで考えると、あのまあ、何とか回っている状況ではありますただあの、例えばそのコロナの対応で考えると、例えば外来対応、発熱外来とかっていうふうなことであると、このまま減らずに増えるっていう状況であったら、もう確実にすぐ逼迫する。 であろうなというふうなあの懸念はあのあるあります非常です、ね、逼迫の原因の一つが医療スタッフが感染したり濃厚接触者になったことによる自宅待機の増加です。近森病院では機能時点で医師2人、看護師23人の合わせて25人が欠勤する状況になっています。 圧倒的に看護師でしょうね。これ以上さらに増えていくと、本当に要するにその勤務が勤務ぐりが回らない可能性が出てくる。実はその本来のえっ、ー、とそのコロナ病棟の本来のスタッフだけじゃなくあのだけじゃなくて応援スタッフが何人か入って勤務を回しているという状況になっています。また医療体制の逼迫を引き起こすもう一つの要因が。 入院している高齢の重症患者の対応です食事をとるにしても、例えば介助をしなきゃいけないとか、トイレに行くにしても、例えば車椅子に乗せたりとか、なんていうか、移動とかっていうふうな形で、結構、1人にかかる介助度合いっていうのは結構多く,多くなっているので、その分、どうしてもそのスタッフを少し厚めに入れなきゃいけないと。 石田医師は、高齢者をコロナ感染から守ることが、医療体制を守ることにもつながると強調し、行動制限のないこの夏の過ごし方について、次のように呼びかけました。 高齢者の方っていうのはやっぱりじゅあの重症化しやすいですし、まあ、入院するリスクとかも高くなるというふうなことですから高齢者にやっぱり感染をつなげないようにするというふうなことですねもちろん例えば、えー、ワクチンとかそういうふうなことはもちろんなんですけどもそういうふうにしてできるだけ、えー、自分がまずかからないしそれ自分はかからないでかつそれを、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかにつなげないとかですねそういうふうなことっていうのをやっぱりやっていくっていうのは一つ、えー、重要な一つ、まあ、重要な ファクターになるかなっていうふうには思ってます。